北条児童センターの湯山とジョージくんでタオル遊びを紹介します。では初めにタオルタワーをしていきたいと思います。家にあるタオル、タオルですね、これを半分に折って、また半分に折って、また半分、3回半分に折ったものを高く積み上げていきます。で、倒さないように積み上げていきます。ではジョージくんと対決したいと思います。ではですね、はじめに置きますね。では、はい、ジョージくん置けるかな、ここに置いてください。はい、では3段目、はい、よし、4段目で、ちょっと丸めたりしておくと難しくなると思います。はい、よし、あ、上手ですね。じゃあちょっとぺったんこどきたいと思います。はい、あ、置きました。じゃあちょっとごつめのタオルでもしたいと思います。こうかな、じゃあごつめのタオルで、あ、あ、倒れてしまいました。立っちゃいましたね。で、こんな風に倒れたらおしまいになります。はい、では次に引っ張り相撲をしたいと思います。これはタオル2枚使います。で、長くしてもらって2枚ですね。これ端っこを、はい、握って握ります。で、足は少し開いてする方がいいです。閉じてしまうとちょっと難しくなります。で、開いて、引っ張るんですけど、動いてしまったら負けます。では行きますね。はっけよー、残った残った、あ、上手、あ、立ってしまいました。もう一回しようか。で、途中で引っ張っている間にタオルを手からこう離してしまうとこけちゃうので、離さないように気をつけてください。ではもう一回いきます。よーい、スタート。負けちゃいました。ジョージくんの勝ちです。はい、では最後に野球のようにバッティングの練習をしてみたいと思います。タオルの端っこをちょっと丸めて結びます。これを2本作ります。はい、ジョージくん1つ持ってください。これも1つ作りました。で、結んだ方を下にして持ちます。で、ジョージくんにこうボールの代わりですね、ちょっと垂らしてもらってて、ここを目指して振ります。で、上手に振れるとこのタオルが1回転します。もう1回やりますね。よし、あ、上手にできました。このようにお家の広い場所で遊ぶことができます。はい、以上でタオル遊びの紹介はおしまいです。続いては三角形を使った立体図形、
正二重面体の作り方の説明をします。まず準備をするものは、ご自宅にあるチラシや新聞紙などの紙を準備をしてください。そしてセロハンテープとハサミです。こちらを使って三角形を作っていきます。よく幼稚園や学校でお子さんが作ったことがあると思いますけど、端っこの方から紙を細く丸めていって、最初はちょっと難しいので、よかったらお父さんやお母さんもお手伝いをしてください。丸まった癖が紙についてきたら、あとは手のひらで上手に力加減を調節しながらぐる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 っと一本の棒を作っていきます。端っこまで来たらセロハンテープで留めます。一本の棒ができました。あとは三角形を作るときに、長さは特に決まりはないですけど、だいたいこれぐらいかな、この一本の棒の3等分ぐらいのところで折っていきます。よいしょ、合わせてここでも折ります。で、ここであまりにも長すぎるようだったらハサミで切ってください。端っこと端っこを合わせてもう一回テープで留めます。そうすると紙の棒1本から三角形が出来上がります。トライアングルみたいですね。チラシで作った三角形がこのような形であって、これを組み合わせていきます。3つの三角形を組み合わせて、ここの辺のところでテープを留めてやると、このようにガチャ、立体の三角形が出来上がります。三角が3つだとこのような三角ができます。続いてそれが4つの三角形になったら、どんな三角形になるでしょう。ちょっと見て目が違う三角形が出来上がりました。ではこの三角形ともう一つ同じ三角形を組み合わせるとどうでしょう。同じものです。同じ三角形を2つ組み合わせると、こんなダイヤみたいな形の三角形が出来上がりました。続いて1,2,3,4,5 5個の三角形を組み合わせて形を作ります。もう一つ同じもの、1,2,3,4,5 5つの三角形をまた組み合わせます。2つ出来上がりました。
すごく大きいですね。同じ三角形の数を数えてみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個。10個の三角形を組み合わせます。そして出来上がったこの三角形の塊の上にさっき作った5個の三角形で作った部品をつなげていきます。ちょっと難しいですよ。誰かにこう持ってもらいながらやると作業がうまくいきます。ちょっとこう形を整えながら、ほらほらだんだんできてきました。この下の部分にさっき作った 1、2、3、4、5 このまた部品をくっつけます。ほら、あっという間に正二重面体の完成です。作るときはすごく大変なんですけど、出来上がるとおーっという見た目に仕上がります。ぜひご自宅でもやってみてください。以上で北条児童センターの遊びの紹介を終わります。ぜひご自宅でもやってみてください。